こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中ひとしです。半石湖、南宋の詩人ですけども、その人の、連作六十首ですね。春夏秋冬を読んだですね。終日田園雑居、これは十二首ですが、その第10番目です、をご紹介します、宿属ですね。これ麦や泡ですね、平をもて、蓄えて家に三つと。まあ、蓄は、まあ、現代仮名遣いですね。蓄えて、家に三つと。ね。天、良いをもって、水をもって。生涯を、これ、まあ、なーでしょうね。なーさ、私益の字ですね。天、水をもって生涯をなさしむと。ね。たくさんのですね、穀物、それを家にですね、満ちていると。ですね、いっぱいだと。で、それで酒作るんですね。で、ですね、で、まあ、酔っ払って生涯を終えると。いうことをですね、天が指してくれているというですね、誠に幸せなですね、生涯と言えるとは思うんですけども。それで、ですね、三四句ですね、知らず。ね。新種の、ですね、これ、新種はですね、いつに、この、滴、滴ると、こうですね。いつに、滴に作ると、ありまして、半石湖のですね、この、ですね、石湖詩集では、ですね、ちょっと見えるかどうか、この字ですね、ここ、この親指の先の字ですね、滴るに、しています。ですね。まあ、意味は一種ですね。まあ、これやったら新しい酒ですね。これ、まあ、滴るの方では、新たに滴りて、ということですね。これ何を言っているかというと、ですね、亀にですね、酒を仕込んで、まあ、封印しているんですね。で、ですね、それ、封印した酒が熟した、醸された。ですね、熟成された印として、上蓋、封をした上蓋のと内側にですね、水滴がつくんですね。そしてその水滴がですね、重さに耐えられなくなって、ポタン、ポタンですね、また酒の水面にですね、
滴ると。まあそういう音が聞こえるんですね。で、まあ酒飲みは、ベッドの下にですね、それを置いて、ですね、楽しみにしていたと。聞こえるのを楽しみにしていたと。ああ、聞こえ出した。ああ、酒が飲めるようになったと。いうことで、新たに滴るというのは、これ酒のことです。酒が熟成された証拠なんですね。滴りてというふうに読むんでしょう。こすに。これ、こす。ザルですね。これ、竹冠ね。で、このザルで、酒をこすんですね。こすに、これも現代かなんですか。こすにタオルに、タオルや、タオルや、こすにタウや今だしや、ね、新たな酒、あるいは新たにこう滴る、てくる酒ですね。それはもう、こして飲んで、良いのか、そうでないのか、まだなのか、ですね。今年の朝陽、まあ、きかあるにぐらいですかね。ね。だから、ああですね、朝陽節というのは、まあ、みんなでこう酒を飲みに行くことなんですが、その、ですね、に、酒は、間に合うか、新酒は間に合うのか、菊の花は、ですね、まだ残っているのに。ということで、まあ、朝陽節は、旧暦ですね。9月9日。これで、高いところにですね、登る、登高というですね、習慣があったんですね。徒歩なんかにもよく読まれているですね、行事ですけども。はい、ですね、もう一度言いますね。終日田園雑居十二首の十ですね。宿属、平王もて、蓄えて家に密。天、酔いをもって生涯をなさしむ。知らず、新酒の、こすにたうやいまだしや。今年の根菜の朝陽、吉かあるに。あるいは、知らず、新たに滴りて、こすにたうやいまだしや。根菜の朝陽、吉かあるにと。ですね。まあ、字が違うとですね、ちょっと読み方がちょっと変わりますけども。ですね、多いんですけども、ですね、一句目、二句目、四句目の最後の字ですね。これが、下表六間の印に属するですね、字です。そして、ですね、表則ですが、これが則、これ表、表、則。これが表、則、則、表と。則、表、表、則と。いうことで、二字目、四字目、六字目が裏返しの関係になっていますね。はい、それでは、ですね、北京語で朗読します。秋日天元杂兴十二首之时，
饭全大。蔬蔬俗平阴住满家天骄将嘴作生涯不知新酒康抽味金穗重阳有菊花蔬俗平阴住满家天骄将嘴作生涯不知新敌康抽味金穗重阳有菊花1回目は酒2回目は滴るというので、ですね、読みました、どちらにしてもですね、標速はですね、変わっていません、ですね、まあ、米はなかなか食べれなかったんでしょうけども、まあ、いろいろな雑穀これで、まあ、酒を作ってですね、たくさん飲めます田舎暮らしはこんなにねいいんですよというですね、都会の皆さんどうですかとまあそんな感じじゃないかなと思いますね、まあ秋というのはそういうですね実りの秋ですからですね、まあそういうものを存分に田舎では満喫できるんですよと、いうことが述べられた詩でした。最後までご視聴ありがとうございました。